投手陣です。さあ船場様、ここで上がってきました。船場様投手も非常にブルペンでは力強いボール投げてましたしね、はい、まあ、安倍監督も、まあ、ブルペンではありましたけども、こうバッターにこう向かっていく、感じがやっぱりすごくいいなって評価してましたからね。そうですか、はい、それがやっぱりこの実戦のマウンドでそれがしっかり出せるかどうかじゃないですかね、うん、去年が1年目、あの社会人を経ていますので、もう1年目からも即戦力として僕はやらなければいけないんですということを口にしていた1年前のキャンプ、そこから迎えた2年目、中継ぎとしてのこのチーム内での争いはどうか。佐々木のそのバッティング、センターへの打球です。当たりとしては悪くなかったですけどね、うん、少し抜かれましたね。シンカーですかね、ですかね、低めのそのボールでしたが、まあ、まずは船場様投手は、まあ、シンカーが非常に素晴らしいボールですから、はい、まずあのボールでバッターがしっかり反応してくれたっていうところが良かったんじゃないでしょうかね。のピッチャーでいうと、この今日の練習に関して一つ試せたことであり、そうです ね、一番大、まあ、重要、この時期に重要なことは変化球を投げて、その変化球がしっかりバッターが反応してくれるかどうかっていうのが一つのテーマだと思うんですよね、うん、はい、やっぱ反応してくれないということは、やっぱストレートと変化球の軌道が違うということですから、そういう部分ではまず反応してもらったということが本人にとっていいと思いますけどね。なるほど、町田さん、はい、今シンカーのお話が出ましたけれども、これキャンプ前なんですが、船場様投手にお話を伺うと、オフで握り方を変えたと、うん、でメジャーのサイドスピンチェンジという方にしたので、回転をかけながら投げるようにしていますと言っていました、はい、このあたりは林さん、いかがでしょう。まあ、そうですね、本人にとって、まあ、1年間、戦ってみてですね、うん、やっぱりどのボールがどこで使えるのかっていうのが明確に分かったからこそ、自分の中でイメージ、軌道を変えようという決意したんだと思うんですよね。このあたりは痛烈なあたりですが、あーっと、ホームランです。いやー、門脇の目の覚めるのような、ここでホームランが飛び出しました。いや、先ほどの、ね、ショートライナーも非常にいい当たりといいますか、いい形で打ってましたからね。そうですね、ここでやっぱり、まあ、長打も打てるっていうところになると、一番バッターとして期待しちゃいますよね、やっぱね。いや、そうですね、一つそういう意味でもいろんなこう、まあ、打線打順もそうですが、イメージがこうできてきますね。まあ、そうですね、はい、キャンプのこの第3クール、まあ、2月の、まあ、ちょうどこう折り返していくようなこの時期ではありますが、バッターとそのピッチャーのいわゆる仕上がり具合という部分でいうとどうなんでしょうか、改めてこの時期は。そうですね、まあ、当然ブルペンで投げているのと実際に投げるのでは全く違うんですよね、どちらかというとブルペンの場合は室内に近いような状況なので、はい、やっぱりマウンドに上がると自分の見ている視野も一気に広くなりますし、その中で、キャッチャーに、どういうラインを作れるかっていうのがまた一つのテーマになってくるので、はい、体的にはピッチャーの方が仕上がりぐらいは早いのかなっていう気もしますけども、ただそういうやらなきゃいけない見え方とかそういうものに関しては戸惑いは当然ありますよね。なるほど、というピッチャーの今の時期に対して門脇はもうほぼ完璧に捉えたというね。完璧でしたね。そんな先ほどのホームランでもありました。秋広です。松井秀喜さんへの、まあ、からアドバイスをもらって、紅白戦で早速2安打と結果も残しました。バットを構えるその位置を少しこう下げて、そんな取り組みも一つ始まっています。打球速度も上がったと
というデータも出ているという秋広インタビューもありました。まあ、バッターからするとまあ当然ねホームランだったり長打だったり結果が出ることが一番いいですけれども、はい、あのいかにやっぱり自分の形でしっかりスイングできるかっていうところが今のテーマだと思いますからね。まあ、そこに結果が伴うとやっぱりベストですけどもね。そうですね。ジャゴロ落ち着いて一塁に送ります。先ほど林さんのお話にもありましたけども、一軍のその中継ぎ、例えばこう7人、リリーフ陣7人という枠を考えたときに、まあ、この今一軍にいる投手陣のメンバーの中からどう開幕に向けて生き残っていくか、この争いはもうずっと実戦をこの後経て続いていくわけですが、まあ、船場様投手も、まあ、マウンドで立って、バッターに投げるのは、まあ、ほぼ初めて、ですけれども、門脇選手にホームランを打たれてから腕の振り一段と上げて良くなりましたね。そうですか、はい、やっぱりそれコワゴワじゃないですけども、やっぱそういう風になるんですよね、ピッチャーっていうのはね、実戦がやっぱ少ない分、はい、で少しこう門脇選手のホームランを打たれてからちょっと気持ち、体一つこうギアが上がったので、そこから非常にいいピッチングしてますよね。そういう一つのきっかけにもなるわけですね。あ、もちろんそうですね。やっぱりこのマウンド上がる前までには、まあ、当然準備の中で、イメージですよね。イメージがこういう風になってこうこうこうやってっていうイメージを持ちながらマウンド行きますんで、でもそこでやっぱ自分のイメージと体が一致すればいいですけどね。そのところでしっかりこう腕が振れるようになったからこそ、今みたく変化球をバッター一つね前に出して泳がせることができるようになりますし、はい、そういう部分であのホームランを打たれてから一気に変わったことなので、すごくいいんじゃないですかね。なるほど、はい。